じゃあ問題言ってください。一応説明しますね。はい、あどうぞ。2次関数の y イコール x 次の 2x プラス2次乗 3m のグラフか。はい、それで次の条件を満たすとき係数 m の3倍の、はい、どうぞ。はい、x 軸の線の部分と異なる2点です。x 軸の線の異なる2点。じゃあ次2番はもう分かるでしょ。 x 軸の負の異なる2点。というふうになります。どうなります？まず、これの場合は、まずこういうことがあるから判別式が正ときまして、その次に軸の式が、軸で、2分の m か正ときて、あともう一個は y 切片 f0 が正ときました。この3点セットでした。じゃあ今度は x 軸の負の異なる2点で間違われたらどうでしょう。判別式は何？判別式が正ですね。そうです。異なる負の点で交わるからといって解の公式の答えが2個出ないといけないから、これはあくまでも解の公式がここが正という話なので、これはダメです。すいません、あなたに騙されてしまいました。正でございますですね。正です。で次は、マイナス2分の m。 軸の式はこれ、軸は2分の m であることは間違いですよ。軸は2分の m でしょ、これ。はい、そしたら、そうだね、こっちは正だったんだよね。今度は負になるよね。軸が負にならないとダメだよね。負の方に解がないといけないからね。いいですか。で次、あとそれでいいんでしょうか。またこっちこういう話が出てきますよ。例えばいくら負でもこういうことが、まあ、これでこういうことがあったり、まあこういうことであれば、まあまあこうなればいいんだけど、ほらこう正に出てくることがありますよ。そしたらどうしたらいいですか。こうなるためには0より何が正なんですか。 F0 が正だよね。だよね。わかる。わかったですね。あ、わかりました。だから異なる負っていうから、まず最初ここで負ってやっちゃう人がいっぱい出てきます。違います。判別式は正です。2つ異なる点で間違わないといけませんから、0もダメです。で、次に軸なんですが、軸はさすがにこれは負でございます。正のとこ行ったら解がもう1個正になっちゃうから負です。負の方にないと、こういう二次関数こうなっちゃうわけで、正だったら正のとこに答えができちゃいますね。だから負です。で、0はさっきの時と同じで、イコール0にしたらダメです。イコール0にするとこっちになるから、絶対片方が正になるんですね。で、これもよく間違います。F0 は負ってみんな言いたくなります。負の解が2つだから。だけど、F0 は正じゃないと、ここのところ、ここが上に上がらないと負になりません。答えが2個、もうこの大きい方がですね。だから、こうなります。よろしいでしょうか。いいですか。だから、まあ、これ僕、これにまとめるのがいいことか悪いことか分かりませんが、一つ一つ
系統立てて理解するのは僕は悪くないと思うので、一応こういうことでよろしいですか。はい、じゃあまとめます。まあ、この後も来ますからね。この後ね。じゃあ疑問ってありますか。まあ、ちょっと思惑を変えまして、X 軸の1より大きい異なる解、2点で交わる。ちょっとこれ変形をひねりかけます。1より大きい異なる2点で交わるにします。イメージがなかなかつけない人がいると思うんですが、どういうことかというと、こういうことでございます。こうなればよろしいわけですね。はい、じゃああれをイメージしながら、まずじゃあ聞きましょう。まず何ですか、この話のストーリーからしたら。そうですね、異なる2点なので判別式は正でございます。1より大きいじゃありませんよ、正ですからね。正です。ここが正じゃないと答えは2個出ません。でもこれじゃダメですよね。まだ例えばこういうところでこうなるし、こうなるし、こうなるし、わかりません。じゃあ次はどうなるでしょう。そうですね、もうだいぶパターンが見えてきたんですが、軸がやはり x イコール1よりも大きいところに行ってますね、軸がですね。だから軸が、まあ、軸2分の m が1よりも大きくないとダメです。そうですね、これが続きます。しかしそれでもダメです。なぜならば軸が1よりも大きくてもこんなになっちゃったら 1より手前に来ますよね、解が。でこうだったらいいですよね。そしたら、はい、どうすればいいですか。皆さんついていってますか。大丈夫ですか。ちょっともう彼女すらすら言っちゃったんですが、実は今まで F0 っていうのをやってきました。0入れた時が正だってことを言いましたけど、今度は応用バージョンでございまして F1 という言葉を使います。初めてでしょうけど、そうすると今軸は1より大きいところにありますから、軸は1より大きいところにこうありまして、でグラフは、まあ、こういうふうになれば1より大きいところ2つ答えがあるんですが、その時にこれ1ですけど、これ F1 と言います。 F1 が正だったらいいですよね。 F1 が負になっちゃうとこうやって1より小さいところに解が出てきます。だから1より大きいところにするためには F1 が正でございます。だから F1 が、まあ、別に後で書く必要ないので黒書きますが、正となります。そしたら F1 が正だから解答が1より大きいところに押しやられます。だから1より大きいところに2個出てきます。あ、わかりません。わかる、いいですか。だからこの FX で送ったら非常にこれは便利がいいやつですね。だから F1 なんで、F1 はこの X に1を入れればいいです。1を入れたやつの不等式が正で解けばいいです。だから F1 っていうのはどうなるかというと、 F1 イコール 1-M たす M 次乗マイナス 3M、 これが正であります。まあこっちの F0 というのは F0M 次乗マイナス 3M が正と、こういうふうになるでしょう。こういうふうになってきます。パターン決まってくるんでしょうけど、次4番いきましょうか。じゃあ X 軸の、まあくどいでしょうけどマイナス2より小さい異なる2点、まあ今までの応用バージョンでございますので、そんなに難しくないかもしれませんが、こうなった場合です。
じゃあ復習で聞いてみましょう。じゃあそっちの布施君、どうすればいいかな、まずこの流れからいくと最初は判別式。そうだね、異なる2点だから判別式が正ですね。これはよろしい。で、次は問題は x 軸のマイナス2より小さい異なる2点で、まずは2分の m が0より小さい、ごめん、マイナス2より小さい異なる。だからイメージとしてはちょっと黒板が入らなくなったんですが、マイナス2というところよりも小さいところで、2点で交わると、こういうやつですね。どうぞ。これ2分の m ですね。そうですね、そうなんです。この2分の m がマイナス2より小さければですね、だから軸ですね。次はだから軸が、軸2分の m がマイナス2より小さいということになります。そうです、こっち側ないといけないですね。しかしそれでもダメですよね。例えばこういうグラフになったりしたらマイナス2より大きいとこ来ちゃいましたね。そしたらどうすればいいんですか。そうですね、 F2 が、そう、 F2 が正になる。では5番でございます。まあいろいろありましたが、今度はこうでございます。正と負の2点です。非常にシンプルなやつです。さあどうします。正と負で2点です。Y 切片が、もうそれだけでいいですよね、っていうのは心から分かってる。あれ、判別式何でしなくていいですか。軸は何でしなくていいですか。絶対答え2個だもんねって言いたいでしょ。そうなんです。これですね、やっぱみんないっぱいやりますが、これ判別式とか軸とかあるじゃないかっていうことを皆さん言います。でも軸は関係ないですもんね、正と負だから。もう軸の問題ではないですよね。例えば正ばっかり答えがある、負ばっかりの時は軸って出てくるんですけど、正と負なんで、ともかくそのF0 が負だったら、 F0 が負だったら2次関数は右に、上に伸びて上がっていくから右に左と、で右は正で左が負だから、 F0 が負であれば別に判別式なんか関係なく解が正と負に出てきますということですけど、まあ、問題は6番でございます。6番で、1より大大きな解、あと1より小さな解を持つためにはと、かつですね、かつにしましょう、はい、そしたらこれは5番でございますが、6番は、はい、どうなんです。そうです、 F1 です。そうです、やっと出てきて嬉しいですね、回答が。 F1 が負だったら OK でございます。いいですね、わかります。こういうのがあります。で、ここまでしょう。まあ、7番別にいいですけど、マイナス2からマイナス2、1に解があり、かつ1、3に解を持つ。まあこれはまだ簡単な方です。はい。
こう来たらどうするか。これ頭使うんです。マイナス2から1に解があり、1から3に解がある。うん、っていうとこうなります。雰囲気的にマイナス2、1、3とで、こういうふうになるわけでございます。イメージとしてですね。どうなります？なんか好きなように言っていいよまあこの続きですからね、はい、F1 が負だな、まずな。 F1 が下だよな。で、それより大きいで、というふうになるでしょう。まあ今はこのストーリーができてるんでできやすいですけど、まずこの F1 が負というところの時点で、これでも判別式はしなくていいですね。これは判別式は OK、 これは OK ですね。で、要するに負だからもうその1より右と左にニョキニョキと上がるから解が出る。ただニョキニョキという上がり方がもしそのこうなって、1でここが3だったらまずいわけだな。3の速度出ちゃうから、でこれ負になっちゃったら困るわけだ。だから F3 が、まあ、正になっておかないと解がこっちに教えられない。で F-2 も正じゃないと教えられません。こうなります。わかりますか？いいですか？で、だいたいできました。いや、もっと難しいの問題あるんです。あるんですが、まずこれでみんな武器が手に入りましたので、この武器を使って、問題を解いていって、あとは画数を踏んでいくということです。